はい、こんにちは。今日は日本の政治情勢についてお伝えしてまいります。衆議院選挙が27日投開票が行われ、石破政権は石破総理が勝敗ラインに掲げていた与党で過半数を割り込む結果となりました。さらに自民党で200議席割れをし、石破内閣の現職の閣僚2人が落選し、公明党の代表と副代表も落選するという前代未聞の惨敗となりました。これで国民の民意はですね、石破政権にノーを突きつけたと言えると思います。石破総理はこの民意を尊重し辞任する必要があるとの意見が自民党内から噴出しております。石破首相は28日午後、衆院選の結果を受けて記者会見し、議席数を大幅に減らしたことを国民の厳しい審判だと指摘した上で、政治改革や経済対策などの課題に先頭に立ち取り組むと述べて続投に意欲を示した。石破総裁の責任、進退も含めてしっかり考えるべき、衆院選自民党惨敗で党山口県連が痛烈に批判。27日に投開票が行われた衆議院議員選挙は、自民党が議席を256から191まで大幅に減らし、与党が過半数割れする惨敗となりました。自民党山口県連の友田幹事長は28日、2000万円を配ったことが要因だ。石破総裁は進退も含めてしっかり考えるべきで、総裁の責任だった、石破総裁が責任を取るべきだと痛烈に批判しました。首相は自公の過半数確保を勝敗ラインに掲げていたこともあり、自民の中堅参院議員は森山幹事長や小泉選挙対策委員長らの辞任に加え、首相の責任は重大で続投は難しいと指摘した。与党過半数割れについて党執行部の責任を問うべきだとの意見が出てきた。自民総裁選で首相と争った小林元経済安全保障省は NHK 番組で、党幹部の方々には責任を感じてほしいと指摘した。小野田参議院議員、今回の選挙は自民党石破政権への信を問う選挙では、自民党石破政権への信を問うてこの結果ということを軽視しすぎではないのか。青山参議院議員、国民の判断が出ているのに政権を維持しようとしたら民主主義の否定ですよ。何を考えているのか。毛衆以外の何者でもない。予算委員会も開かず、能登の復興予算も補正予算にせずに自分で解散なさった結果がこれだから責任取らなきゃ。そんな覚悟もないのに総理におなりになったんですか。祭りごとの王道、憲政の基本、民主主義の根っこの話なので、1分1秒でも早く辞意表明なさること、それ以外に次の日本はありえません。このように報道されております。つまり自民党の山口県連、衆議院参議院の自民党議員から石破首相に退陣を求める声が相次いで出ていることになります。そして今後こうした声が強まることは必至だと思います。さらに石破政権の支持率低下に拍車がかかるのも必至な情勢であると思います。そうした中でも石破総理は続投の意向を示しております。これは石破総理が選挙の結果、国民民意の無視、さらには自民党内の声を無視していると言わざるを得ないと思います。石破総理がこのまま続投の意向を示し続け、選挙結果民意を無視するということがありますと、石破総理石破政権は独裁政権と変わらないと批判されても仕方ないように思います。さらに次のような指摘がされております。作家ジャーナリスト山田純氏、2007年の参院選で安倍自民党は歴史的大敗を喫した。その時テレビや公の場で石破氏は何と言ったか。総理をお辞めになるべきだ。それが最高権力者の責任の取り方だ。選挙で負けたにもかかわらず続投するのは理屈が通らない。この言葉が今自分に返ってきている。産経新聞社論説委員兼政治部編集委員畔蒜氏、麻生首相に辞任を迫ったり、第一次政権の安倍首相に責任を取るよう求めておいて、自分は石破首相は辞任を否定、これで通るか。このように指摘されております。石破総理は過去に安倍元総理にこのように述べておきながら、いざ自分が選挙で歴史的な惨敗をすると政治改革や経済対策などの課題に先頭に立ち取り組むと述べて続投する姿勢を見せております。こうした石破総理の発言は問題だと思います。石破総理は選挙結果の与党で過半数割れという国民の民意を厳粛に受け止め、退陣辞任することが自由民主主義の本来の姿であると思います。こうした中、次のような報道がされております。小泉氏、
選対委員長を辞任。自民党の小泉選挙対策委員長は28日、衆院選で自民、公明両党が過半数を割ったことを受け役職を辞任した。結果が出なかったら執行部で選挙の責任を負うべき選対委員長が責任を取るのは当たり前のことだと述べた。党本部で記者団に語った。28日、石破首相に辞表を提出し受理されたと説明した。首相は27日投開票の衆院選の勝敗ラインに自公の過半数確保を挙げていた。石破首相は会見で、引責辞任した小泉選対委員長の後任人事について早急に決めなければならないと述べた。このように報道されております。小泉選対委員長は衆院選になる際ですね、不記載問題、公認問題に関しまして厳しい対応を主張していた経緯がありました。小泉氏が示したのが裏金議員の一部非公認や比例重複も認めない案と報道されておりました。そして小泉氏の案に石破首相が同調したとの報道がされておりました。こうした経緯が報道されていた中、今回石破政権は衆院選で惨敗しました。ですので小泉氏が選対委員長として責任を取るというのはその通りだと思います。他方で小泉氏は辞意を表明すると同時に3つのことを同時に行う必要があると思います。1点目、落選した候補者に自分の選対委員長としての選挙対策が及ばなかった、申し訳なかったと挨拶回りをすること。2点目、28日に辞意を表明すると同時に石破執行部、石破首相、森山幹事長も責任を取るべきであると身内に対しても厳正な姿勢を示すこと。3点目、28日に辞意を表明すると同時に自分の後任が決まり次第即辞任する、今後任の手続きを進めているとし、後任に引き継ぎをちゃんと行う、こうしたことが必要だと思います。ですので辞任にも辞任の仕方というのが求められると思います。これは石破総理にも同様のことが言えると思います。石破総理も今回の衆院選の国民の民意を受けまして辞任退陣をすることが必要であると思いますが、辞任を表明すると同時に次の内閣自民党総裁が選ばれるまでの短い期間であるとは思いますが、その間は責任を取るという姿勢を同時に見せる必要があると思います。つまり今回の選挙で小泉氏は選対委員長としてどのような仕事をしたのか、選対委員長として具体的にどのような対応が足りなかったのか、そうした総括もなく早々と辞任だけしてしまったように見えます。辞意を表明すると同時にそうした自身の仕事の総括、引き継ぎなども同時に表明することが重要であると思います。小泉氏はそうしたことなく、ただ辞任だけしていったように見えます。こうした辞任の仕方を見ますと責任を取ると言えば格好がつきますが、実際はこれ以上泥船に乗っていると危ないと思ってですね、早々と辞任したというようにすら見えてくると思います。つまり石破自民党執行部は自民党内からも党外からも批判にさらされ、四面楚歌の状況の中、小泉氏としては次の行動のために見切りをつけ早々と辞任だけしていった、距離を置いたというふうに批判されても仕方ないように見えます。また今後森山幹事長の責任論も深人の声もさらに強まると考えられます。選挙戦最終盤に報じられた2000万円問題の影響、もはや焼け野原だ。衆院選の結果を見て自民党関係者は天を仰いだ。自民党関係者は2000万円問題によるさらなる逆風がなかったら自民の議席数はもっと維持できていたはずだった。裏金非公認の議員にも公認議員と同じ金額を渡すなんて国民からの理解が得られるはずがないのに、そんなことにも思いが至らず支給を決めた執行部の責任は重いとつぶやく。森山幹事長は選挙の大勢が判明した10月28日未明に、国政が混乱することなく補正予算、来年度の予算編成に向けて微力を尽くしていきたいと辞任を否定したが、大敗の責任を幹事長が取らないことに対する自民党議員の反発は根強い。ただ幹事長を交代する場合、後任を誰にするかという問題が持ち上がる。瀕死の石破政権を一体誰が支えるのか。幹事長交代となった場合、その人事は難航する恐れもある。もともと党内基盤が弱い首相の政権運営が混迷するのは必至だ。すでに約1ヶ月しか経っていない石破内閣、党執行部は瓦解しつつある。森山幹事長は続投する意向だが、2000万円問題などをめぐって責任を問う声は大きい。森山氏の責任は大きい。だが森山氏が辞めたところで、先が長くないであろう石破政権の下で党幹部を引き受ける人がいるか。
菅政権が末期に人事で立ち行かなくなり退陣に追い込まれたことを思い出す。石破氏を首相にしたのは選挙に勝つためだけだったので、選挙で大敗した石破氏を首相として担いでいる意味はない。自民議員惨敗の結果を受けて石破政権は早くも岐路に立たされている。このように報道されております。もし森山幹事長が辞任しても、今の石破政権の下で次の幹事長に手を挙げる人物はほぼいないように見えます。つまり森山幹事長が辞任するということになりますと、石破自民党執行部は幹事長が不在のまま運営に直面する可能性がありますが、幹事長不在のまま党を運営するということは厳しいので、そうなりますと石破総理は辞任せざるを得ないということだと思います。こうした中、公明党も大きな正念場を迎えています。石井公明代表辞任へ、衆院選で落選、31日にも表明。公明党の石井代表は28日衆院選での落選を受け、代表を近く辞任する方向で調整に入った。早ければ31日の党会合で表明する。石井氏は9月に就任したばかりで異例の短い任期となる。公明は後継の代表を早期に選び、体制立て直しを急ぐ考えだ。党関係者が明らかにした。石井氏は28日党本部で記者会見し、初挑戦した小選挙区での敗北に関し、国会議員でなくなれば代表を続けるのは困難が伴うと語った。公明代表の落選は2009年衆院選での太田氏以来、大阪3区で公明党副代表の佐藤氏の落選確実。衆院選大阪3区で公明党副代表の佐藤氏の落選が確実となった。党にとって大阪は支持母体である創価学会の強固な集票力から上昇関西と称される。佐藤氏も比例選への重複立候補を見送り、背水の陣で臨んだが議席を失うことになった。このように報道されております。わずか約1ヶ月での代表辞任は、石井代表の政治家としての失態を超えて、石破自公与党全体に国民がノーを突きつけたということを象徴する出来事であるように見えます。上昇関西と言われた大阪で全敗という公明党にとって歴史的な惨敗は、もはや与党という看板すら機能していないようにすら見えます。この異例のわずか約1ヶ月での短期辞任は、石破自公与党が日本国民からの信頼を失っている現状を象徴する出来事というふうに言っても過言ではないと思います。こうした中、次のようなニュースが報道されております。霞が関、衆院選結果に戦々恐々、法案決定過程に大きな変化も、自公だけで決められず。27日に投開票が行われた衆院選で、自民・公明両党の連立与党は民主党に政権が交代した平成21年以来15年ぶりとなる過半数割れとなり、不安定な政権運営を強いられる見通しとなった。東京・霞が関の官僚らからは政権運営の行方を冷静に受け止める一方で、与党内で決めてきた法案策定のプロセスの変化を懸念する声が上がった。自公だけでは決められなくなった。文部科学省幹部からはため息も漏れる。厚生労働省のある幹部は、自公のみの政権が長かったので意思決定のプロセスは少しずつ変わるのではとしつつも、影響が出るかは見通せないと動向を注視する。ある幹部も、衆参がねじれることがあれば10年以上ぶり、うまく対応できるだろうかと訴える。このように報道されております。霞が関の官僚らからは、与党内で決めてきた法案策定のプロセスの変化を懸念する声が上がり、自公だけでは決められなくなったと述べていると報道されております。しかし、この官僚の反応がですね、今の日本政治の腐敗的な状況を象徴的に表していると思います。例えて言いますと、自公を裏で操り、増税路線を推し進め、失われた30年という経済状況を作ってきたのはどこなのか、日本の官僚機構に多くの日本国民が疑念の目を持っております。国民は与党内で決めてきた法案策定のプロセスの変化を懸念などしていないと思います。むしろその逆で、いつ政権が変わるかわからない緊張感を持ちながら、特に財務省の言いなりにならず、国民に目を向けて政治を進めてほしい、国民の生活と日本経済を良くしてほしい、これが国民の声であり、今回の選挙結果であります。ここで重要になってきますのは、国民民主党の動きであります。これまでの国民民主党の動きを見ますと、自公とも立憲とも連立を組まない姿勢を見せております。国民民主党は衆院選で公示前の7議席から4倍の28議席へと
大幅に議席を増やした。国民民主党は今回の衆院選で消費税率の 5% への引き下げや所得税負担の軽減、電気・ガス代の値下げなどを公約に掲げた。手取りを増やすと謳い、家計支援などを訴えた政策が現役世代を中心に支持を広げたとみられる。国民、玉木代表、連立入りを否定、政策実現が大切。国民民主党の玉木代表は28日の会見で、自民や立憲のどちらかに加わるというよりは政策を実現していくことを政府与党に求めていきたいと述べ、連立政権には加わらない考えを示しました。政策実現のために連立政権に入り首相や大臣になる考えはないのかと問われると、一大臣のポストよりも政策実現の方が大切だ、政権の一員になれば自分たちの言っていることを丸めなければいけなくなると強調しました。このように報道されております。この玉木代表の姿勢を国民は国民民主党に求めていると思います。国民民主党は今回28議席を獲得しましたので、単独で衆議院に法案を提出することができます。国民民主党の玉木代表は27日会見で、21議席ないと単独で衆議院の法案を提出できない、我々が手取りを増やす経済政策、103万円の壁を上げていくのも所得税の改正が必要、手取りを増やす経済政策を愚直に訴えてきた、それが届いたという感じを得ています。だからこそ政策実現ということにこだわって国会でも議論してまいりたいと強調した。玉木代表はこのように述べております。ですので今後国民民主党が国会で所得税減税、消費税減税、ガソリン代値下げ、電気代値下げ、こうしたことを法案として提出する可能性は高いと考えられます。特に消費税減税をめぐりましては、国民民主党のほかに日本保守党、日本維新の会、令和新選組、共産党、参政党など89議席の減税勢力が存在するということになります。これは国会の時にですね、誰が総理になっているか分かりませんが、少なくとも与党に対しましては大きなプレッシャーになると考えられます。そして今回減税勢力が増えたということは財務省にとっても軽視できない情勢であると考えられます。特に消費税減税ということに関しまして、国民民主党、日本保守党、日本維新の会、令和新選組、共産党、参政党などが賛成すると見られますので、今後消費税減税をめぐり国民的な議論がますます深まり、それは財務省への国民からのプレッシャーになると考えられます。今後国民民主党を中心とした消費税減税議論が大きく起こると考えられますので、財務省も具体的な対応を迫られる可能性があります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。